エ宮寺は、福井県蕨市にある、浄土新州東本願寺派の寺院。3号は、金津山。蕨市、市姫の住宅街に位置する、浄土新州の布教に尽くした蓮女に、ゆかりのある寺。同時では蓮女を忍ぶ蓮女期の際には、新州大谷派とは別に吉崎への御影道中を、行っている、大谷家所有のおかげが到着し、法要が営まれる寺院として知られている。 団家は約300人。宗教法人としては異例の経営破綻をした寺院でもある。2018年12月に宗教法人格を再取得した。愛川久し宮寺家の僧侶、京江が会期。寛永7年に現在地に移転している。1953年には宗教法人化を行った。2010年7月26日に福井地裁より、 第三者破産申し立てにより破産開始決定が命じられた。実質的には経営破綻をしたということになる。宗教法人が経営破綻するのは異例で前代未聞のことであったため、全国紙にも記事が掲載された。負債額は約4億円とされている。同時は2005年の秋に5000基もの遺骨を納骨できるシステムと、 自動輸送システムやコンピュータを導入した納骨堂、八酢料園を設立したものの、約60機しか売れず、経営に行き詰まり、経営破綻に至った。訴訟を起こしたのは、建設に当たった、建築建設で、すでに所有権を他社に売却していた。寺院の破産は、前代未聞であり、福井県の担当者や、東本願寺の関係者も過去にこんなことはないと、断言している。 JR あわら温泉駅より徒歩10分、あわら市役所より徒歩8分、金津インターチェンジからは車で20分程度。ありがとうございます。